仕込み12018年の事件、豚まんで知られる551蓬莱の男性社員が自殺。客から理不尽な要求を受けたカスタマーハラスメントなどが原因だと、遺族が国に労災として認めるよう訴えを起こした。訴えによると、551蓬莱の男性社員は約2年間、チルド商品の通信販売の電話受付を担当。その際、客からお前なんか向いてないわ、その仕事。死ね周りくどいしやがってボケなどといった暴言を繰り返し浴びせられた。 また月に100時間ほどの残業もあり、2017年にうつ病と診断されて休職し、翌年自殺した。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は551放来の働き方の口コミを紹介します。口コミ2 2023年投稿。本来は大阪市を中心に関西地区で展開している中華料理の飲食店・販売店。豚まんの持ち帰り販売が有名で大阪名物の一つ。セントラルキッチンから片道150分以内の地域にしか出店しないため、ほぼ関西限定。なお、有給は会社が勝手に休みに組み込んで、いつの間にかいつか消化されている。とにかく声を出し続けることが求められるので、声を枯らしたり、喉を痛めて風邪をひきやすくなる。口コミ3 2023年投稿、年収370万円、20代、残業は毎月40時間ほど。店舗勤務だと体力的にしんどいと感じることがあります。お客様が多すぎると休憩に回してもらうのも大変です。そもそも決まった時間に休憩を取れないことや、休憩を忘れてしまうことさえがあります。 また販売ノルマがあり、達成できれば奨励金という名目で、四半期に一度少しだけ1万円ぐらいのボーナスが出ます。ただ達成できない場合も多いので、体を壊すリスクに対しては割に合わないです。口コミ42020年登校、労災なんて全く認められない会社、やけどをしても病院に行くほどのことかと怒られる。またインフルエンザなどになり、長期休暇を取らざるを得ない場面になるともっとひどい。上司にやる気がないからそんなことになる。 そのまま死んでしまえと電話で言われたりもした。そんな労働環境だから仕事量も多くサービス残業は当然。ただこれでも昔と比べると改善されているらしいがちょっと昔を想像できない。口コミ52022年投稿副店長年収400万円弱基本給13万円に各種手当がつく形で少なくとも毎月の残業は30時間以上。 店長になるためには店内のの売上管理ななどの仕事も必須となりますただ、店長業務を教えてもらうときは、休憩時間や退勤後など、必ず業務時間外でやることになっていました。指導を受ける立場なので強く言えませんが、昇進には必ずサービス産業が必要な点を理解すべきでしょう。また、上を目指すなら土日は休むなともよく言われました。口コミ6 2022年投稿 衛生面から帽子を二重で被らなければならないので、力仕事をしていると、春でも蒸せて汗をかきやすい、そんな環境です。基本的に店舗ではレジなどをする売店と、豚まんなどを作る鎌に分かれています。売店はレジと商品にラベルを貼ったり、甘酢団子を包んだりすることが仕事。また、素敵なお客さんがほとんどでしたが、まれにいわゆるクレーマー、意味のわからない客が来る可能性もあります。その時はこちらが悪くないのになぜか悪いような形で責任を取らされましたね。 口コミ72022年投稿店舗販売勤務だとどうしてもサービス残業になることはあります。また店舗では1人の仕事量も多く、それにもかかわらずほぼ固定給。昇給も1000円程度と知れているので、後輩と給料も大して変わりません。店長レベルの業務をさばいたとしても、店長にならないと手当がつかないため割に合いません。人気店なので昼時のピーク時は大変忙しく、水分補給の暇もないほどずっと動き回って働きます。口コミ8 2022年投稿。慣れるまであの職場環境はきついです。忙しすぎるし、何より暑いです。製造をしていたのですが、女性は販売の方がおすすめ。製造は男性ばかりで結構怒鳴られている人も多いです。また、食品製造工場なので、衛生管理が徹底されています。更衣室からレーンに向かう途中に何度もローラーや消毒。髪の毛が出ないよう完全にキャップをかぶり、チェックシートを記入。体調が悪かったり、お手洗いに行きたい時は、毎回その手間との格闘になります。 口コミ92023年投稿ボーナスは桜川の本社で社長から手渡しでもらえます店舗の人間関係が原因で辞める人も多い印象勤務地が関西大阪が多いということもあり物言いがきつい人が多く体制がない人には辛いですもちろん従業員同士のやりとりだけではなくお客様からもきつい言い方をされることは多いです酔っ払いも多いですし女性スタッフはナンパされ男性スタッフはバカ死ねと言われたこともありました口コミ10 2023年投稿、店舗勤務、とにかくめちゃくちゃ忙しいことが特徴。業務を覚えるのが大変で、お客さんが次から次に来店されるので、従業員同士の会話はできません。そのため、コミュニケーションギャップがあり、スタッフ同士あまり仲良くならないのが特徴。特に社員とバイトには壁がありがちで、まれに親しみやすい社員さんもいますが、本当にまれです。普通のバイトと比べても仕事がとても忙しいですし、調理場は巨大な無し器の蒸気で熱中症になります。口コミ11 2023年投稿、インターネットで注文された豚まんを製造する工場で勤務。業務内容はただひたすら豚まんを包むだけ。出勤すると、まず作業服に着替え、髪をまとめて、キャップ内に前髪含めすべて収納めて、マスクをつけ、靴置き場に移動し、長靴に履き替え、そこで初めてタイムカードを押すので、早めの出勤が必要。トイレ休憩は各自好きな時に行ける。ただ、トイレは全6階ある本社工場ビルでも階が異なり、行くたびに消毒をこなす必要があって面倒だった。 口コミ12。2023年投稿、自分のキャリア云々より、豚まんが好き、作りたいとご了承しした方が入社しやすい。店舗だと材料は台車で所定の場所まで取りに行く。大阪駅など人口密度が高い場所では、店舗から少し離れた地下などに材料が届く。ただ台車で押しているだけとはいえ、30から40キロと非常に重く、人混みの中を通らなければならないのでしんどい。以上のことから自分は厨房勤務をお勧めしない。 ホールならば力仕事はないのでまだマシかもしれないが、当然コミュニケーション能力が求められる。口コミ、13、2022年投稿店舗勤務、年末年始などの繁忙期は群を抜いて忙しく、声が枯れる。あと、夏場もアイスキャンディーの販売があるので繁忙。平日はそこまでだが、土日はお客様がひっきりなし。テレビ放映などの後は、その反響で来客数が一気に増える傾向があり、忙しい時間が圧倒的に長い。メリットとしては時間の経過が早いこと。 なお、バイトは制服が配布され、保証金が1万円必要となるが、退職時に靴以外の代金を返金してもらえる。口コミ14。2023年投稿。工場勤務、制服は衛生管理が徹底された白の作業服で、毎週業者へクリーニングに出している。作業は出来たての生地が次々と流れてくるレーンのそばに立ち、ケースに入った案をレンゲで救う。流れてきた生地を取って、適切な案のグラム数をスケールで測りながら、手でひたすら包む。 そして、レーンに流していくといった作業が延々と続く。休憩は基本的に昼休み。自分で時間を見て、勤務終了時間が来れば離れる。あまりトイレで持ち場を離れる人は見ない印象。口コミ15。2022年投稿。髪の色や髪型の指定はありませんでした。ただ製造レーンに入る際、完全に髪を収納し、頭を覆うキャップをかぶるのでおしゃれはできません。豚まんを製造する際には手袋をしますが、ネイルは禁止。ヒゲやピアスも異物混入を防ぐため禁止。 また、下場所に立って黙々と作るので、単純に足腰に疲労がたまりきついです。腰痛持ちや話をしながら作業をしたい人には向かない職場かもしれません。口コミ162023年投稿。最初はレジ接客がメインで、そこから慣れていくと豚まんを包んだり、餃子を焼くなどの仕事を任されます。豚まんを包むようになると、毎月豚まんタイムという、包む速さを測る機会があります。551放来は、面接時、基本愛想のいい人しか採用しません。 なので、みんな愛想よくギスギスした感じも全くありませんでした。お客さんは飲み会帰りの客が多く、ナンパもあります。ただ、すぐに店長、副店長が出て対応してくれるので安心。口コミ17、2022年投稿、シフト制です。ただし、そのシフトが出るのは出勤の3日前と急すぎるので予定も立てられません。正社員は土日休みなんてとてもじゃないけど無理、そのため自然と友人たちとは疎遠になりました。 なお、福利厚生の一環として、秋頃には親睦会というイベントがあります。具体的には、候補の中から行きたい場所を選んで、そこへ行き、社員同士親睦を深める、遠足ですね。そこでは、お小遣いとして5000円支給されるので、お土産代に充てることができます。口コミ18、2023年投稿、シフト制で定時で退勤できることは月に一度ぐらいしかありませんでした。働き始めて3年間経ちましたが、まともな有給休暇を取得したことは一切ありません。 まず、有給は買い取るものだからという暗黙の了解ができていました。有給義務化になった後も変わらずです。また、5時間未満の勤務は出勤扱いにならないというよくわからない理論もありめちゃくちゃ。有給休暇日は4時間勤務をし、退勤するという現状。口コミ19。引用会社ホームページ。現地で実演販売。 出来たてほかほかの豚まん、焼き餃子などをお求めいただけます。551放来では、551のお店がない地域にも、約1週間単位で祭事チームを派遣し、実演販売させていただいております。なかなか日本全国にというわけにはいきませんが、いつかあなたの町にお邪魔する日が来るかもしれません。その時は、ぜひお立ち寄りくださいませ。営業時間、定休日は百貨店に準じます。口コミ、20。これで最後です。2023年投稿。 20代、営業、労働環境は正直最悪の部類に入るかと思われます。出張、祭事で関東などに出勤、出張、祭事で関東などに出店などする際は、各店舗から数人ずつ社員を選抜し出店します。ただ、その出張中のシフトが5時から22時の17時間勤務。さらに休憩が朝30分、昼15分、夜15分の計1時間。食事は朝の休憩と退勤後の2回だけでした。 1>, 1年目の冬には、祭事班の係長が過労で倒れましたし、とてつもない労働環境だと震えました。以上が551蓬莱の働き方の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ、感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画、いかがでしたでしょうか。今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。